西村ラジオ第100回ということでね、つい、あれ100回おめでとうございます。なんで急に俺が、うん、紹介もしてないや、うん、ちょっと出てくるのが早い、やり直しやり直し、うん、なんでなんで、もう一回聞いてる。はい、こんにちは、西村ラジオ、今回はなんとね、第100回ということでね、なんと、ありがたいゲストが来てくれてます、どうぞ。100回おめでとうございます。さっき早く出すぎた。あ、そうそうね、いえ、やりまして。はい、いや、本当に100回よく頑張りましたね。そうなんですよ、かなりかかりましたけど、もう正直5年、6年、覚えてます？最初の頃なんか遠い。まあ本来ね、最初、まあ、ね、カルタ君っていう相方が、うんうんうん、で一緒にねダブル深夜で始めた、うん、この西村ラジオも、そうだったね、第1回で相方が消えるというね、そうだったこともあり、2回に突然来た、ゲストがね、誰？山口さん、アニメ映画の神谷さんの山口さんに許したんですけど、うん、99% ね、まあちょっとピーな話をやっちゃって、うん、全然使えんかったっていうね。ああ、なるほどね。あの時は面白かったね。もうずっと笑えたけど、うん、ずっとピー長いの。放送禁止は。そう。やけ、編集でずっとバキュンバキュンバキュンって打たれちゃった記憶がある。まあその後はまあ一緒にほら、うん、桂浜とか撮った DVD 覚えてる？覚えてる。西村ラジオね。トラブル、うん、DVD。2巻まで。初版はなんと10版を重ねね、確か3回やった ね、恐ろしい売り上げ。2巻あんまり売れないかね。2巻やってからまあちょっと販売回数も減った、うん、でも非常にね面白かったね、うん、楽しかったね。まあこの100回はねどんなものかあったら、うん、加藤さんたまに来てくれてましたけど、まあね今やってる浜県とかも、うん、ね、西村ラジオがあったり、うん、まあ、たまにはね、おもてなし金のお父さんのことも一緒に来たりもらったりとか、ほんとなんかいろいろやったやき、まあ、いっぱいゲストなんだろうね。見てくれる？見てるよ見てるよ結構ね、お客さん見てくれてますからね、これ、うんうんうん、特にいや僕は本の紹介とかね、うんうん、やるときは意外に見てくれてて、気に入ったやつがあったらそれね、やりたいって相談も受けて、ああ、でもね、聞いたことあるあれやりたいんですけど、どんなんやろうねと部長とか言われて、ラジオまで見たらそうそう、そんなのがあるんですよ、まあ、うん、やけまた来年もね、今年はもう、うん、まあ、去年はまあいろいろやらせてもらって、また今年もあれやこれやいろんな想定ね、うん、紹介していきたいんですけど、いいね。まあ100回やったら次目標はもう200回にしなくちゃいけない。なんかまた新しいこともね、チャレンジしようと。どんなこと？え？どんなこと？そういうのちょうだいよ。いけ、こんなんやれやって。いいね。お前、なんか企画ね、お前あれ紹介しとけよ。あれやれやってね。わかった。ちょっと考えてくわ。提案してや。うん、提案しとくしとく。ぜひ。よろしいよ、うん、まあ。ちなみに、全然話しちゃうんですけど、僕たち、ちょうど12歳違いなんです。羊です。羊。ね。もうすぐ。いくつ？51 え、年バレちゃったね。年52か、52、いや、今度、あ、そうか、若いですよね、いつまでたっても。いやいや、もう年がいきましたよ、ね、うん、でもお客さんもほら、お父さん、若いね、言うやん。あ、そう、社交辞令ですちなみに加藤さん、うん、好きなアニメ大好きやもんね。結構加藤さんって謎に、うん、謎のベールに包まれちゅうっていうね、意見をね、お客さんに聞くき、うん、加藤はこんな人だって、このせっかくの100回記念を祝いの時に、うん、ちょろっと紹介したと思う。いや別にいいですいや僕はほら、いや、まあ、アニメ好きです、ね、随時みんなに、うん、加藤はどんな人ですかって、うん、必ず言うことは加藤はオタクですって言うて、いやそんなことないです、絶対いいです、そんなこと絶対とか、ちょっとだけのそんな加藤と、まあ、意見、これからも頑張っていきますんで、西村ラジオ応援よろしくお願いします。お願いします。では、お待たせしました。ね、なんとこのラジオ100回と合わせて、はい、まあ、浜県との西村ラジオのシーズン2もちょうど1周年なんですよ。おめでとうございます。なので、3人でね、1周年を祝ってる回となってますので、どうぞご覧ください。というわけで、新年一発目ということでございます。何ですか？明けます。何ですか？明けました。
せーの、明けましておめでとうございます。ハマチは始まって初めてじゃないですか、多分。何が明けましておめでとうって言ったの？2回目っす。2回目で。嘘でしょ、シーズン1じゃ言ってないでしょ。だってシーズン1じゃない、シーズン2って言ってる。シーズン2って言いましたっけ？言ったよ、一番最初に。言いましたよね、同じ場所でここで言って言いましたよね、うん、ここで言いましたよね。というわけで年明けでなんと初心に戻るということでございますよ。今回が西村東社堂の本社、はい、本社さん覚えてますね。テーブルとかなかったんでちょっと最初ね、段ボールでね、ええ、段ボールでやってましたね覚えてます。1年経ったんで、うん、ついにあのテーブル作り終えましたあの段ボールが変わりました。そういうことですか。あのだこれよく見ると段ボールでできてるから、コンコンコンすげえ段ボールがあったもんだな、すごいな。段ボールに、ね、圧縮して圧縮してこの音はやばいですよ最初はね、何もなかったですからね。そう、何もなかった。本当に何もなかった。タイルも引かれてなかった、なかったですね。コンクリ剥き出してそう。ああ、そうやわ、そうやったわ。なんで今日は、今日はまあ1周年を祝おうじゃないか、はい、なるほど、3人で、はいはいはい、お茶でもしようじゃないかなんて思って。なるほど、1周年を祝うときにお茶ですか、うん、前回はテーブルなかったんで、段ボールだったんで、なるほど、お茶できなかったんで、今度テーブルあるからお茶しようかなって。別に段ボールでもお茶来たんですよねもうともこもないことをね、すごくいいテーブルの上で今回は1周年を祝いながら、今回はお茶でございます。今回は待ってるんですか、出てくるの待ってる今回はお茶でございます始めましょうか。やった。お茶っていうことは、お茶ということは、まあ、高知という、まあ、高知のお茶って言えば いろいろね、思い浮かぶやつはあるんですけど、うん、お一番違うお茶ではない。違う、ちょっと待ってください。2割引きですよこれ。そんなことってあります？ありません。なんかなと思ったら2割引きでびっくりしたわ、マジで。タイトルの上に貼るというね。あね、ひどい。こちらリープルでございます。絵的に2割引きリープルでございますこんな感じでございますね、リープルでございます。お茶の、あ、完璧ですね。帽子パン、これは2割引きですか？違います違いますか？出た。帽子パン美味しいですからね。すごい、耳が美味しいと言われてる。そう、僕は中の方が好き。嘘、じゃ あの中あげる。あ、じゃあ外あげますよ。あ、ありがとう。今結構ね進化して中に具が入ってたんですよ。へえ。まあこれシンプルな帽子パンですけど。あ、これは普通のなんですね、うん、中に何が入ってるのがあるんですか？あんこだったりとかジャムだったりチョコレートだったり、ちょっとちょっとあったかい。あ、確かにあったかいですね、僕のぬくもりじゃあ今日はですね、池さんのぬくもりを感じながら1周年を祝っていくお茶会でございます。はい、というわけで浜健人の西村ラジオ始まるぞ。始まるぞ。はい、というわけでオープニング明けでございます。じゃあ早速飲もう。飲み方わかります？飲み方正直難しいっすよ。いや、まあ、ストローの刺し方難しかったりするから。マジでね、リープルの飲み方一番難しい。ほら、早い、出ないでしょ。あ、出た。リープルの飲み方本当に難しい。でも、あ、もう下手くそね。見て、ビニールが綺麗に穴を塞ぐっていうあ、そのまま行く、そのまま行く、やば、強。さて、ご感想。新年初リープルでしょ。美味しい、美味しいでしょ。そう、うまい、普通にうまい。これでもね、俺ね、リープル飲んだことあるんだよね。そうなんですよ。裏切ったな初めてかと。あのね、今朝ホテルの朝食にリープル置いたことめっちゃ歯言ってるやんこれは裏切り者ですわ。これリープルうまい、うん、実はね、気づかないでしょ、これデザイン若干変わったんですよ。あ、全然分からなかった。前はここのこのリットルの上に全糖って書いてあったんですよ。へえ。全部糖って書いて、全糖って書いてあった。太りそうですね全糖は高知のホテルがヤクルトみたいな味ですって書いてあったそれはいかん。え、待って、ヤクルトみたいな味がするリップすげえ美味しい
ひどい。高知のヤクルトですぐらいに書いてありました。耳とパンはね、合わせ食い。まず、でも耳から。でもやっぱ、あの高知の空港で、うん、あの売ってんのを見てて、うん、一回も買ったことなかったんだけど、うん、初デビュー、初デビュー、驚くほどうまい。ほら、美味しい。うん、美味しい、美味しい。もうね、さっき昼ご飯食べたばっかりやけ、デザートにちょうどいいだけど、眠くて眠くてしょうがないがよ、ほんとに。うん、ほら、美味しい、うん、ほら、うん、ほら。これでも、お店によって結構いろいろ味があって。あ、それ知らんかった。うん、やっぱ自分の好みのね、帽子パンってやっぱあったりなかったりも。美味しい。全然興味なかった今。聞いてた。あ、聞いてました。やばい、だやばいっす、ほんとご飯食べた後の一発目はやばいっすから、ほんとに。いや、まだ早い、まだ早い。あと多分2、30分したら真の眠気が、睡魔が。さっき信号で待ってる時の西村君の顔がヤバすぎて思わず怒ってんの。確かにあれめっちゃにらん、あれはブチギレちゅう顔でしたね。なんでガードレールにね、腰ついて、あの池さんがあの後ろ後ろみたいなの言って、浜君一瞬振り返ってスッて戻り込んで、なんか見ちゃいけないものを見たかのような。やべえわ、あれは見たらいいか、本当に。あ、おいしい。ちなみにどんな味がするかちゃんとリポートしちゃってください。リポート。放送事故です。完全事故です。完全事故りました。つなごうか。いわゆる外側はクッキーみたいにサクサクで、うん、割と甘めが強くって、うん、中はまだ食べてないんで分からんけんど、もう本当に何やろね、本当におやつにちょうどいいって感じ。これは子供が喜びますわね。あの外側だけ食べました。なんかないの、帽子パンの思い出。嫌いやったっすよ、もともと。うん、なんか分からんけんど、かわいそう。帽子パンが、帽子パンが。なんかもともとそんな好きじゃなかったわけど、いつの間にか好きになっちゃった、なんでなんやろっていう、ぼんやりとした。はい、食レポ。はい、真ん中を初めて食べた。真ん中ね。でもやっぱ俺合わせ食いでしょ。外身が好きだわ。合わせ食いってなんですか、これ乗っけるんですか。違うんですよ、これここをこの接触面を同時にかじるんですよ。これ手でも置くの、食べ方は本当は反則。ここかじる。怒られた。一番ダメ。怒られた。ここを合わせかじる。もうコーチのヤクルトに謝る。この部分かじって、ダブルで。ここがかじるんです。そう、そこかじる。はいはいはい。はい、おいしい。はい、おいしい。はい、おいしい。すごいおいしい。おいしいって言ってください。おいしいって、おいしい。耳に戻るんだ。わかるでしょ、合わせる。でも耳が好きだ。ディスるね。結果耳が好きだ。それは耳の。でも実際に耳のファンがね、多すぎて、高知ではこの帽子パンの発展系でドーナツ、帽子パンの耳っていう商品売られてる。ドーナツはやばい。開いてるんでしょ、まあ、開いてないでしょ。違う、この耳だけでこう円盤で売ってるんですか。円盤、四角とか、まあ、いろいろあるんですけど、割って売るやつもある。耳売り。待って、興味20ぐらいしかない。どうしたん、眠いの。いや、ちょっと。働こう。はい、あかんわ、あかんわ。じゃあもう本当にもうだから俺が真の食レポってちゃんとやるわ。あ、お手本が。待って、ちゃんと食レポやるわ。あ、じゃあ今回この帽子パンをいただきたいと思います。結合部分をじゃあいただきたいと思います。あ、すいません、こちらの部分ですね。じゃあ失礼いたします。ん、これはまさに
スイーツの玉手箱や。パクリやん。パクリ。うん、このリプレはまさにコーチのヤクルトや。パクリやん。あ、ヒデさん、うん、おいしい。耳しか食べてないじゃないですか。おいしい。耳しか食べてないし、しかもどうですか池さん。池さんの次は食レポ。しかもあの池さんの開け方見て、あのここのほらスレスレのところ、スレスレのところから行くガッて、うん、これこだわり。じゃあでもとこれ途中で諦めてもちょっと置いとける開け方で。なるほど、うん、いかがですか池さん食レポ。俺なんかもう半分破けちゃったから、もうこれ食い切らないとダメなやつ。俺も破け方ミスったわ。これね、美味しい。一番うまいですから。美味しい。高知で一番うまいですから。二番目。一番なんですか。美味しいです。一番なんですか。言えない。教えない。流行るから。いやー、ゆるい空気でだいぶお届けしましたね。俺決めたわ。何？今回。うん。いつも15分なのよ。うん。おおよそ。うん。放送時間ね。うんうんうん。急遽30分にする。なんで？うん？いろいろやりたい。え、どうしたの？いろいろやりたいから。何をしたいが？やっぱ1回目だし。うん。何をするか。だからあの。なんちゃ聞いてなきゃ本当にわからない。とりあえず今年の盗むラジオの抱負。抱負。考えてもらって。それを達成できるようにまた1年頑張ろうみたいな、うん、っていう、うん、のが、うん、3分ぐらい、うん、うん、あとはまあおいおい、この3分やってる間に考えるわ、あとの経過。あ、じゃあ言っていい？スペシャルついてる。今日はね、これからスペシャル。マジで？え、お茶の後に？いや、お茶の食べ、このお茶会がスペシャルですよ。あ、お茶スペ、うん、これ伸ばすってだけ。今決めた。マジで？あ、どうしたかよ、急に。なんか編集する人ごめんなさいみたいな感じ。唐突やわ、本当に、うん、俺が独断と偏見で決めた、今。おお、わかったわかった、オッケー。何する？とりあえずじゃあ、とりあえずだから抱負を3分バーで。3分もないな。え、だから去年そのいろんな、なんやろ、そのいわゆるその高知にあるめちゃくちゃ有名なところとかめちゃくちゃ美味しいところとかじゃなくって、そのめちゃくちゃ美味しいところっていうのはなんやろ、いわゆる高級店とかそういう意味で、うん、そういうところじゃなくって、その定食屋とかそういうところに、なんかその高知に遠征に来て帰省した時連れてってもらったがやけど、今年はもっともっといろんなもんを食べに、いろんなところを知りに行きたいなって思いました。そのためにも皆さんにお散歩ビデオを買うてもろうて、もっともっと浜地を盛り上げていっていただけたら幸いです。僕も頑張りますので、それが2019年の抱負でございます。ありがとう。はい、あ、もう食ってました。あの、知ってました。めっちゃ食い寄ったなって思いました。です、知ってます。もう横でガンガン見てました。リープル美味しい、うん、乾杯。また1年後にここで、うん、できるように頑張りましょう。うん、そうやね、うん、なんか新しいこと始めます？何します？もうすぐ疲れても終わっちゃうし、今年、今年ね、確実に、そうか、疲れた終わるのか、うん、よっしゃ、うん、疲れたリターンする？もうほんと嫌。ほんとに嫌。大喜利を2人にやらせる企画を。いや、もう大喜利ももういいかなって思ってきて、うん、俺もどうしようか。だってシーズン1とさ、うん、何、去年、うん、ちょいちょいやってて、うん、もういいかなって、もう聞いてる側も飽きてきたっしょと思って。そっか、たまにたまにね、そう、たまにぐらい忘れた頃に、うんうんうん、あ、こんなのもやってたな、うん、
そんな感じで大喜利は、うん、大喜利とだから疲れたも終わっちゃうから、うん、何しようかっていう。おう、実はね、いろいろ裏で計画はねしてたんですよ。あ、そうなんですか。どんなんがいいかなーよね。へえ、まだ答え出てない。今出す今、うん、もう二人がその場の勢いとノリで言うことがすっげー分かってくる。もう俺突っ込みづらい。すごい突っ込みづらい。だからまあハマチャレ、ハマチャレのコーナーが始まります、うん、なるほど。どんなコーナー？それはハマチャレ、ハマくんが番組終わりに毎回何かにチャレンジをする、うん、番組終わりに。そう、終盤にってこと。ああ、そういうことか。なるほど、うん、なるほど。まあだから大食いの時もあれば早食いの時もあれば体を張った企画やね、本当に。また、なるほど。早飲みの時もあればあの、OK、分かった、頑張るわ。うん、OK。 たまに、時には運動もし運転もし。そう、ハマチャレのコーナー皆さん、そんな感じでやっていくそうでございます、そういうビジョンを描いたそうです、西村くんが。頑張っていくわ、じゃあハマチャレ。でもあの食べ物は美味しい時もあれば、いや本当にこれ食うがみたいな時。あの、虫は NG なんで。あ、うん、虫じゃない何か虫じゃない何か、虫寄りの虫ガチ NG 本当事務所のガチ NG。 上半身は裸と虫以外だったら多分大体 OK。 ああ、多分上半身でも下半身 OK と。え、やばいじゃんプーさんかな下半身 OK です本当にもう、え、これを30分見せられるお客さんのこと考えたら俺ゾッとするがやけど。なんでよ、これ30分。じゃあ違うんだよ、あのね、うん、これはまあ今後やるとして、うん、今日は和やかに、うん、なんとお散歩ビデオ2、うん、今絶賛発売中なんだけど、うんうんうん、そのねお便りが、なるほど、来てる。それはぜひちょっと見たいですけどね、見たいしここで読みたいですけどね。あ、じゃあお散歩ビデオ2の、そう、中に配置アンケートだから、わざわざ買ってくださった方から送られてきたアンケートがあるので本当にありがたい限りです。2枚ほどおはがきを紹介していきたいと思います。はい、というわけで5つ目、六条さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。浜さんのファンになって日が浅いにわかファンなのですが、私は浜さんのよく見てよく聞きよく考える姿勢が素晴らしいと思っています。ただ彼の声や言葉でどう考えどう結論を出したのかちゃんと聞ける機会が少ないので、この番組では彼の意思や意見かっこごく普通の感想とかでももっと聞けることを文字として見ることができればと思っております。浜さんのこれからを超絶期待しております。彼の言葉でどう考えどう結論を出したのか、だからそういう、なんやろ、こういう番組やったりあとは作品に取り組む姿勢ってことなんですかね。うん、うん、まあ突き進んでってよ。うん、マイウェイよ。うん、ね、にわかファンとかそういうことをおっしゃってますけど全然気にしないでください、うん、本当に突き進んでいくのをちょっと距離置いてちゃちゃ入れていくか分かったわ、うん、頑張ってやっていくわ、うん、60さんありがとうございますね。お散歩ビデオのご購入も本当にありがとうございます。これからも応援していただければ幸いでございます。そしてもう一つ、じゃじゃん、こちら天水さんからいただきました。ありがとうございます。浜塩散歩ビデオ2発売おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。浜塩のリラックスした緩い感じがとても好きです。実家のような安心感、かっこ笑い、実家といえば浜家の会話ですね。うん、ありましたね、そんな。実家で仕事する声優って浜さんが初ですよ、初では。あれ、リアルで好きです。最年長、癒し系ニューフェイス池さん、毒舌系イケボ大食い西村さん、そして我らが浜県との顔度アップとネイティブ土佐弁が見られる、聞けるのは浜塩だけ。かっこ多分私みたいに1が売り切れで買えなくなる前にみんな買ってくれよな、浜さんファンは必聴必見。ありがとうございます。
めっちゃベタ褒めじゃん。めっちゃいろいろ書いてくれてますね、うん、マジでありがとうございます。もう毒舌系大食いキャラになって毒舌系大食いキャラ、うん、どっちかって大飲みやんね、うん、確かにめちゃくちゃ飲んでるイメージがある。浜家の会話か、懐かしい。多分ね、次見られるのはいつか分かんないですけどひどい、なかなか聞けないって、あの親が嫌がるやつ、すごい、いやまたかい、もう恥ずかしいちや言うて。だから多分本当に次はいつか分からんけど、もしあったら、あの誕生日プレゼントにちょうだいって言っといてよ聞くだけ聞いちょくわ、うん、聞くだけ聞いちょく。あの西村くん誕生日だから浜家の会話欲しいって言ってんだけど、うん、どうって。聞くだけ聞いちゃうまた西村くんかえって言われて、うん、割と多分ガツで嫌がられると思うけど割とまあまあ聞くだけ聞いちゃうわ、うん、DVD あげたでしょっつって物で返すのもらったよね、どういうことよそれどういうことよそれ本当にまああのね、本当にワンの方ももう売り切れちゃったんですかね。あの今後再販があるかとか分かんないですけど、もしそうされた場合ぜひ手に取っていただいて、あのね、長く長く愛していただければ、お散歩ビデオ2も長く長く愛していただければなっていうふうに思います。ありがとうございました。というわけで本当はまだまだあったんですけども、今回の2通とりあえず紹介させていただきました。激戦の結果、あのアンケートとかこんな届くんだって、ね、ありがたいですね。やっぱりアンケートとかすごい素直に皆さんの言いたいこととかが分かるんで、うん、であの浜地はこうやって結構僕にも見せてくれるんで、アンケートだから、あのすごいあの力になってます。これからもぜひぜひたくさんお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで次は、いやもうあれよ、うん、今年初、うん、今年初疲れた、うん、OK。 文字はじゃじゃん、一発目だしね。いいやつ、今年初カルタか、いいやつね。何やろな、来た、何を発表します。はい、ウォおウォわウォんのウォつなぎのおよくね、つなぎのおおよくない、つなぎのお何やろ、ウォえできんくないできんくない、え、でも多分なんかあるよ。え、カルタにないのかな、つなぎのから始まるってことやろ、うん、え、無理に無理に害に、あ、害に言うたち、いっちゃん難しいやつよ。え、カルタつなぎのおっていうことは前と後ろをつなぐおってことやきね。そう、つないで、だから2018年と2019年をつないでほしい。あのうまいこと言うちゅうつもりやけど何も具体的じゃないきねむちゃくちゃハードル上げてるねすごい抽象的なこと言うね。めっちゃうまく言うたけどつないでほしいね。あ、ほら見て見て、ここもここなんだっけ、接合部がつなぎここ帽子パンの中身と外身のここはつなぎ、うん、つなぎいろいろつながってくるが、今日と去年と今年、もう本当にやらせる方は無茶振りできてええねえよ本当に。もうめっちゃ笑顔で言うよね。どうしようかね。うん、分かった。はい、振って。じゃあ今年初のスカルタのをじゃじゃん、もうくれ、帽子パンをくれ、西村東社道本社で。だってなんとかをくれ、おおくれ、うん、なんとかをくれ、だからおくれ、帽子パンをくれっていう風に繋げた。うん、分かんない。分かった。よし、来た。もう来てないけどね、全然なんちゃ来てないけど、とりあえずやるわやらんと終わらんし、そんぐらいの方がいいかもしれない、うん、今までの、あの神回としては
神回の傾向をたどると、うん、なんちゃら来てないのが、うん、すげえボーン来る時あるから、うん、はまるかもしれない、パコン浜塩だけにはまるかもしれない。じゃあうまい返しが見つかったところで振って。じゃあ、うん、今年初のスカルタのをじゃじゃん。おー、2018と19を西村当社堂がつなぐぜよ。え、ゼを使っちゃった。だって今回は、今回もダメだったんですか。あ、イメージ的に。まあ、心折れそうなんですけど、めちゃくちゃなこと言われても、まあね、言っちゃってくださいよ。あ、やばい。じゃあ、スカルタのおおね、カンニングじゃないけど、おから始まる言葉は知らなかったんで、さっき西村くんが調べてくれました。リサーチャー西村です。糸お菓子のお菓子がつなぎのおだそうです。だからお菓子を使って今回はカルタの1枚を頑張って完成させていきたいと思います。はい、お願いします。意味はめっちゃそれいいやんとか、それ最高やなって意味らしいです。現代の言葉に言い返すと、うん、そういうことだ。マジやばいみたいなやつ。伊藤菓子はそういう意味で。よし、まあやってみましょうか。はい、はい、では今年初スカルタのをじゃじゃん。お菓子、お菓子、この調子で当社堂から始まっていくで。正解。大正解。やっと、やっと、すみません、壁を乗り越えたってことで、今年も今年も安心して、はい、スタートを切ることができたんで、はい、まさかの一発目から神回、ようございました。良かったです、乗り越えることができて。最強の壁を、斧の壁を。そうにも。じゃあそんなわけで今週のプレゼントはどうしましょうか。そうですね、一発目のプレゼント、せっかくだったらマジやばい系にする。どういうことですか。例えばお菓子系、お菓子、マジお菓子、マジお菓子、糸お菓子、糸お菓子、マジお菓子、面白いですね。マジ最高、もらって最高みたいな。マジ最高。ちゃんとだから、あ、今回のプレゼントいいやつじゃんって思われるってことですか、うん、なんだろうな。お年玉、お年玉か、お年玉。お年玉やと何になるかな。現金あげるとかもうね、露骨すぎてできんけど。いやいや、そんなもう、なんやろね、お年玉か。クーポン券。浜塩的に大丈夫やったら。じゃあ浜塩のお散歩ビデオを購入する際のクーポン券。でもお散歩ビデオ買ってねっていう。え、それは大丈夫なんですか。それは大丈夫なの。じゃあ、あの、今回のプレゼントはお散歩ビデオのクーポン券でございます。いいかやだ。違うよ。え、あのね、お年玉プレゼント名、お年玉、うん、プレゼント名、お年玉です。内容はクーポン券、お散歩ビデオの皆さん、ふるって吹き込んでください、留守電に、うん、はい。というわけで電話番号は 088-833-8148 088-833-8148 ここに住所と名前と血液型とうお年玉吹き込んでください。はい、というわけでよろしくお願いします。おの人は外れだから、はい、あのちゃんとうお年玉って言ってくださいね。恥ずかしいし、何言うがやろっていう、あの疑問とかを一旦ね捨ててください。あの言われた通りに、え、吹き込んでいただけちゃんとうおとしたまんなんで大丈夫です。安心してください。はい、というわけで浜県と西村寺は西村当社堂さんのホームページにて更新しております。第1第3金曜日に更新で、5週ある月の5週目はお休みとなっております。はい、というわけで2019年頭の放送いかがだったでしょうか。収録はまあまあ時間やりましたけど、多分本編は15分程度になっているかと思います。か30分に、あ、本当に近い状態になるように
編集お願いします。はい、皆さん、果たしてどっちがどうだったのかって今のあなたは知ってるはず。なんとなく画面タップしてシークーバーの時間確認してみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで今年も浜健と日進ラジオよろしくお願いいたします。お願いします。バイバイ。これ手でちょ手でも僕の食べ方は本当は反則。ここかじ怒られた。一番ダメ。一番ダメ。怒られた。ここを合わせかじる。もうコーチのヤクルトに謝る。この部分、この部分かじって、ダブルで。ここがかじるんですね。そう、そこ、はいはいはい、そこかじる。はいはいはい。はい、おいし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 い。すごいおいしい。おいしい。おいしいって言ってください。おいしいって。耳に戻るな。わかるでしょ、合わせ、合わせくる。でも、耳がすディスるね。浜健人の西村ジオ。はい、いかがだったでしょうか、ね、今年も3人仲良くやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。で、早速あのね、100回記念ということで今回は特別にいろいろプレゼントをね、用意させてもらいました。100回記念プレゼント、まずは高知の土産で大人気、私のカレーはシリーズ、はい、そうですね、とか、まあ、当社で作ってるお土産 の, あのお守りセットとかね、ノートセットですね。そして浜健人の西村ジオお散歩ビデオの中についてるブックレットをサメさん、ね、あ、サメさんね、 DVD はまだ買ってないんだけど、はい、ひょっとしたらこれを見た瞬間にあなたも DVD が買いたくなること間違いなしのね、ちょっとね、結構評判のいいブックレットなんですよ。ちょっと写真集、なんか見てもいいですけど、ダメですよ。おおおおおおおっていうね、おそう、仕上がりのいいブックレットはね、3名様の抽選でまたある、プレゼントさせてもらいたいと思います。応募方法の方は、放送の後期の方に記載しますんで、そちらご覧になってください。まあ、基本的にはメールフォームで送ってくるっていう形になると思います。私のカレーはシリーズ、浜健人の西村ジオお散歩ビデオの中についてるブックレットをサメさん、応募方法の方は、放送の後期の方に記載しますんで、そちらご覧になってください。で、あとせっかくこうやって西村ラジオにプレゼントね、するんで、同人誌の方のね、お客さんにもなんか、うん、僕はね、もう今までの感謝の気持ちも込めて、うん、プレゼントをね、やりたいんですが、どうでしょう。はい。いいですか。はい。例えば、ほんなら、こんなのです。もう、ラジオを聞いてます、応援してますっていうメッセージもらったら、まあ、感想を添えてもらったら、ちょっと割引やる。そうだね。5% ぐらい割引だな。マジで5%、 消費税以下、あ、8% じゃあ 8%、 8? いや、なんか僕ね、あのね、8っていう数字つけないんですよ。じゃあ 10? 10? それってあの、うん、ほら、例えば早割 10% で入れて、さらにラジオの感想で上乗せ 10% っていうのは OK? OK! マジでやりましょう。今までやったことないですか。ないですね。もう全部の割引に使えることにしましょう。マジっすか。例えば、うん、もう本当に荒技で言ったら、チックとセットにラジオ割 10% っていうのはありです。マジっすか。はい、これはあの入稿した方全員にします。お一人さんも1回にしお一人さんも1回だけまあね、まあみんながみんなっていうわけにはね、うん、ちょっとさすがにそれは大盤振る舞いっていうのもあるんで、うん、まあ例えばそうですね、3名、30名、300名、いやそれ行き過ぎやろどうしよう。まあもう100回記念やけん100回でもいいんじゃない。100回、100回じゃない、100人100人どう。100人、あ、いや、どこがいいですよ。うん、まあ、お一人でも1回、お一人でも1回、うん、そうです
それはもう再犯だろうなんで OK。OK。そう、僕はラジオ見たって書いてある。本作るわ。どんな本作るね。ほんなら一応期日は1月の、放送からまあね2週間3週間か、1月末日までに、ね感想を。そうだね。やっぱりねもう何かしらね応援メッセージはねやっぱ、うん、欲しいですよね。ラジオの感想とか、うん、やっぱりね欲しいね。ね。うん。うん、で、それを送ってくれた方に、うん、じゃあもうその方が同時に作った時に、うん、送ると。いいですか？いつも。1月末で締めるんだったら、3月？あ、そうですね。うん、そうやね。3月も。2月の末にね、あの海もあったり、うん、まあ3月はオンリーイベントもいっぱいあるんでね、うん、3月末のイベントまでに適用するような感じ、うん、はい。で、まあ、これ、というふうに抽選でも先着でいきますんで、うん、そう、ね、ここで終わりというのはね、もう一時発表がないような感じでね、うん、ただあの、通常締め切りというか、その割引の締め切り、まあ、あくまで通常締め切りまでね、あのギリギリになってのお話をまた別にする、うん、ね、まあ、ちょっとそこは、うん、詳しいことは編集後期一回行こう、うん、そうしよう。それがいいと思うね。そうしよう、そうしよう、じゃあその辺も詳しく、あの、うん、まあ、ルールはね、はい、決めて行きたいと思いますんで、はい、まあとりあえずどんなもんでも乗っかかれる割引 10% 100回おめでとう記念の、はい、やるということで、はい、ぜひ来年も今年も1年本作りよろしくお願いします。お願いします。なんか、うん、捨て台詞、捨て台詞じゃないけど、いや、いや、新しい今年1年頑張るぞっていう決めてる人で、それこれ今年1年間僕ずっと決めていく、毎回ラジオで原稿まだ。いや、それね、前ね、それすごいね、無料だったんですよね。もうちょっとね、あの大人覚えなっちゃう方もいらっしゃるので、それ言ったらね、ダメなの。それ言ったらね、まあ、お客さんにも言われましたよ。僕らはね、電話でね、原稿どうとか言うのはね、もうあんまよろしくない。あの、やっぱり、少し休んだら。あ、いいね。うん、やっぱり、ね、ちょっとね、少し休んだら、休みすぎはダメですけどね、うん、少し休んだら頭がちょっとすっきりするんですよね。そういう優しい面をもう、うん、ね、最後に、こんなで、また今度